こんにちは。今回ね、スマホアプリの Wish で、ちょっと服を買ってみたんですけど、これです。これね、ボタンもしっかりついてますし、ほつれとかないんですよ。で、こう、春物っていうんですか、厚みも適当ですしね。袖もしっかりと仕立ててあります。まるでね、日本国内で買ったみたいな、そんな T シャツですね。すごく着心地もいいですし、弾力性もあって、今この時期ね、グッドです、とっても。これスマホアプリの Wish って結構外れが届くんですよ、特にアパレルって。でも印刷もきちんとしてます。これ、凸凹ありますからね、これね。これは長持ちそうだなと思います。これがだから価格千数百円とかで出てる、送料込みでもう2000円ちょっとなんですよ。これだったらいいんじゃないかなと思いますよね。まあ今までね、だいたいね、2着に1着は外れだったんですけども、今回良かったですね。スマホアプリの Wish、まあこういうふうにアプリでは表示されてるんですよ。で、これをまともに真に受けて買うと、外れが届くこともあるんですけども、今回はすごく良かったなっていうふうな報告でございました。次はね、どんなのが届くのか楽しみです。今回ね、結構ね、10アイテムぐらい発注したんで、順番に届くと思います。ほとんどが春物なんですけども、まあこういうことでね、いろいろと通販試していこうかなっていうのに最適な時期でございます。それでは皆さんもスマホアプリの Wish、もしね、使ってみたいよって方は、この動画概要欄に URL と、あとはね、私からの紹介だとボーナスポイントがもらえるらしいんで、その紹介コードかなんかもつけておきますんで、ちょっと試してみてください。それでは。